中村優也です。わかんない。大生まれはどこですか？は富山県の氷見市です。氷見市ってどんなところですか？氷見市ってどんなところ？田舎です。一言で。一言で田舎。じゃあ氷見っていうのは自慢できる。自慢できるポイントは魚が美味しいぐらいですかね。もう本当それしかないです。それしかないです。そしたら、血液型は O 型です。どんな性格ですか？どんな性格これ自己分析。でもそんな、まあ大雑把なのかな。几帳面では絶対に。身長、体重、くつまさる。身長が177センチで、体重が今73で、足今 27.5 とかですか。ハンドボール選手としてはどうですか？うわ、めちゃくちゃ細いです。どうしてもう今もうめちゃ太りたいんですけど、なかなか体が追いつけてないみたいな感じ。中学校とか高校の時のあだ名を教えてください。中学校のあだ名、でも目が大きいんで、なんかデメキンとかすごいなんかゴミみたいなあだ名しかつけられてないです。いや、それは大学来てからや。じゃあ子供の頃の夢。子供の頃の夢、もうウルトラマンになりやがった。なんでですか？かっこいいからです。なんか大きくてかっこいいからです。憧れです。ハンドを始めたきっかけっていうかは、お父さんがやってて、なんか急に遊びに行くぞって連れてかれたのがハンドボールで、なんか訳も分からずやってたら、もういきなり部員になってたみたいな感覚です。それが、何年ですか？小学校1年生ですかね。それまたちょっと別のところでやってて、それで、まあ、高校までどういうのでルートできたんですか？は、最初は本当ちっちゃい時は氷見ジュニアってとこから始めて、で3年生の時に久保に入って、そこから西条氷見高校で今明治に来た。まあ、やめようとか思ったことありますか？やめようと思ったことはもうそうですね、いや大学来てからはやっぱちょっと頻繁に思うようになりましたね。みんな楽しそうなんで、やっぱり友達が。なんでやめようと思いました？いや、もうなんか部活いっぱいしてて、そのみんな面白い話聞いてて、ああやっぱり面白いんだ東京ってみたいな感覚ですので。それでやめようと思ってます？いや、やめようって、まあまあ別にいいなぐらいですけど。そしたら、憧れの選手。憧れの選手は、まあいっぱいいるんですけど、まあね、ドイツのゲンスハイマー選手がすごいかっこよくて、写真撮ってもらったことがあって、なんかすごいやっぱ隣に並んでもかっこいいなっていうのが印象です。どういうところなんですか？なんかもう対応がすごくて、なんかもう神対応みたいな。紳士的だった。そうですね、本当に。プレーの面で、プレーの面だと結構肩の可動域がすごくて、そのサイドシュートのバリエーションもすごいんで、自分もサイドシューターなんで、ちょっと参考にしてる部分もあります。なんか一緒にプレーしたとか思われますか？うわ、思いますけど、ちょっとそこまでは絶対無理かなって。無理か。なるほど。仲良しのハンドボール選手。仲良しのハンドボール選手は、まあ、今は明治なんですけど、まあ、氷見の2人と、あと服部選手ですかね。氷見の2人と清水と平井です。あと服部選手というか、はい、は家がもうすぐそこで、なんか夜中にいつも電話かかってきて、暇だからかけるみたいな感覚でかけてきて、で家行きます、夜中に。何するんですか？いや、もうおしゃべりです、本当。どんなおしゃべりですか？いや、なんかもう本当くだらん話しかしないんですよ。なんかあの人今鬼滅の刃ってわかります？なんか漫画にそういうのがあって、今その人ハマり出してて、なんかすごいなと思ったのが、電車の中で傘持って、なんかその必殺技をずっと人前なのに立ってこうやってずっとやって、なんかサイコパスみたいな。ちょっと やってもらって。いや、それは無理です、本当に。そしたら、あのハンドボールの方ですね、得意なプレーって、どんなプレー？得意なプレーは、そうですね、
っぱり速攻でして点を取るっていうのがちょっと自分の持ち味でもあるので、まあそのゲームの流れで言うと、まあ、どういう感じですかね。例えばそのディフェンスから速攻ですよね、簡単に言うと。その時にその一番速く走ってノーマークのチャンスを作るっていうのが持ち味です。逆に不得意なプレー、まあ、体が細いので、あの前にパワーがある選手がいるとやっぱ持ってかれちゃうっていう苦手っていうか、ちょっとやっぱそれが課題でもあります。なんか失ってることあるんですか今？とりあえず筋トレをして体を作ってるつもりなんですけど、本当はやっぱ追いつかないですね。あとその明治大学行きましょう、されてるって、はい、監督さんってどんな方ですか？監督さん、いやでもなんか今まであった監督の中でやっぱ接しやすいっていうか、なんかやっぱちょっと お若い方なんで、その話題っていうか、その自分たちのノリにもちょっとだけついてこれたりとか、そのなんか友達感覚みたいな。でなんかそれでいいことありました？いいことはでもやっぱその何でも相談できたりするところです。であと自分の意見も素直に言えて、そうですね、はい。なんか相談したエピソードもあります？相談したエピソード、そんなにないんですけどね。でもなんかよく僕のことはいじってきますけど。なんでいじられるんですか？なんだろう、なんかもう、もうなんかでもとりあえず部活をちゃんとやれしか言わないです。ちゃんとやってないんですか？いや、やってますけど。やってるんだけどやってないですけど。そしたらですね、どういった練習内容とか監督の独自の練習方法ってあるんですか？独自の練習方法、そうですね、でもやっぱり最初は走り込んでやっぱ体力作るっていうのを大事にしてるんじゃないかなっていうのはあります。逆にこういう練習もっと入れたいなっていうのはありますか？はその6対6とかで その戦術が少ないので、明治はなんかありきたりなことしかないので、そういうのを今増やそうっていうのが課題で今取り組んでて、だからそこをもうちょっとなんか。好きな食事のメニュー？好きな食事のメニュー、メニュー、でも好きなご飯はやっぱでもラーメンとかが好きですね。なんかこう明大近辺で、明大近辺だと、あこのすぐそこに出た武蔵屋っていうラーメン屋が僕は好きです。何食べますか？は普通にそのラーメンっていうか家系ラーメンなんで、でそこご飯もおかわり無料なんで、あの学生からしたら助かってた。体作るみたいな。でもなんか結局やっぱ減っちゃうんだよな。練習しすぎなんじゃないですか？あ多分そうだと思う。真面目ってことですね。あそうです。はい、わかりました。あとはですね、好きな女性のタイプ。好きな女性のタイプ、もう完全黒髪ロングです。例えば、芸能人でいうと斉藤飛鳥さん。斉藤飛鳥さん、どういうところ？いやもうその変えない髪型で、あの小顔で、でやっぱあの雰囲気がめちゃくちゃ大好きで、そのクールみたいな。なんか一言彼女に伝えれるとしたら、どんな言葉？よかったら付き合ってくださいって言って。あと挫折したことありますか？挫折したことは特にないですかね。なんかやっぱ受験勉強とかであるんですかね。高校僕受験してて、氷見高校の受験じゃなくて私立の受験受けた時に点数伸びなくて、そこで挫折したっていうのはちょっとあったんですけど、まあ、そこまで大したこともないですけど。ハンドボールの挫折ありますか？ハンドボールの挫折、なんかでも挫折するほど真面目にやっとるかなみたいな感覚だから。挫折か、特にないですね。和気あいあいとやってるんで、本当に。おー、すごいですね。何でもいいから自分の自慢してもらって。自分の自慢ですか？何でもいいです、ハンド自慢。英検2級って自慢になります？あります。あ、じゃあ英検2級で、はい。それはいつ取ったんですか？は中3かな。結構優等生ですね。いや、中3で取りました。あ、高2？高2？わかんない、どっちか。話変わってない。
まあどっちかどっちかだと分からない。はい、じゃあ今度ハンドボールの魅力を一番知ってます。ハンドボールの魅力はやっぱり走る、投げる、飛ぶの、そのスポーツの第三要素って言われるのが全部含まれてて、であとそのバスケットボールにないコンタクトとか、あとそのスピーディーな展開でなんかその沸かすボールがあるとやっぱり盛り上がったりとかして、見た中で一番面白いスポーツだと思う。最近なんかラグビーとかもね、はい、流行ってきてるんですけど、まあ、ラグビーも結構そういうね格闘系じゃないですか。あそこあれとこここがハンドは欲しいんじゃないっていう、あれとかね、ラグビーもそうだけどっていう流れなんですよ。うわ、もう完全にタックルとかじゃないですか。ああいうコンタクトスポーツっていうのがなんかすごいですよね。骨折とかしてなんか、はい、でもハンド結構骨折したりしないですか。あ、しますよ。あいつも今してますもん。だってカニ君、やばやばい、あ、でこれちょっとリアルな話になってくるんですけど、進路について。進路ですか。11月23、24、ちょっと時間ないから行くわ。あの日本体育大学と筑波大学、僕の所属する明治大学 VS、僕の地元の富山のオールスターチームで試合するので、ぜひ来てください。てかこいつどこ行った。ここだよ。やべえ、それやらかした。ちょっと待って、完全にやらかした。完全にやらかした。今よかった。じゃあもうチケットピアで絶賛発売中なんで、ぜひ会場まで来てください。お願いします。お願いします。ここから買ってください。来た、これ来た。はい、OK です。